シデ原ラヒから1953年6月29日は、日本の東洋史学者、教育行政官、陽名、徳次郎、名前の、博ロは、単と読まれることもある。本職は、朝鮮史を専攻する、歴史家だが、戦前の統治行政、統治教育を推進した、官僚、教育者としても知られている。大阪府北川地郡門間村の旧家であるシデ家の、 長男として生まれる。父、新志次郎は、市川家に生まれ、し出原家の婿養子となっている。広志の辞典は後に、外交官、政治家として活動した、しで原喜重郎である、1893年東京帝国大学文科大学国史学科卒業、鹿児島高等中学増資官教授、山梨県人城中学校長、東京高等師範学校教授、 韓国学部学生参与官、文部省私学官、東京帝国大学教授を歴任した後1913年、広島高等師範学校長となった文部省図書局長も務めている。1910年欧米諸国に行き、教育制度の考察をした。この時期で、西洋教育の認識を深め、後の台北帝国大学の設立に大きい影響を与えた。1923年、 台湾の学術の価値という学術論文を発表。1924年再び欧米で文化史を研究した親友、伊沢滝雄の誘いで台湾に行き、台北帝国大学の創設に努力し、1928年度を大学初代総長に就任。彼の念願の一つは、台北帝国大学は少なくとも三つの学部を所有し、総合型大学の条件に満たすことであった。 太平洋戦争の勃発後の1942年江南連聖委員の初代委員長になる。敗戦後の1946年数密古問館に就任。1953年6月29日に大阪で病没。墓所は門真市御堂町の監督寺法名は商用院釈進受け。妻の胎は科学者、熊沢前安の長女。熊沢は 奈良県郡山町のご天意の家系で乱学を収め、明治4年に北白川宮義久新納随行員として、ドイツ留学後、東京薬学校教授、大阪セメント技師長などを務めた人物、次女、墨江は、農芸科学者、小西義直の長男、義正と結婚した。天文学者の小西義秀は、義正、墨江夫妻の長男であり、広史にとっては孫にあたる。 自邸の木重郎の妻、雅子は、三菱財閥の創始者、岩崎八太郎の四女であるから、茂原家は、古材屋及び三菱の創業者一族、岩崎家と縁続きになっていると言える。また、木重郎、雅子夫妻の長男で、広子にとっては老いにあたる道太郎は、独協大学教授を務めた国文学者である、弁護士で、第二東京弁護士営現副会長の茂原博士は、 広ロの長男の剣の子で、広ロにとっては孫にあたる、弁護士会の委員会活動に、積極的で、極めて多数の委員会に所属しているため、多重債務者に引っ掛けて、多重会務者などと呼ばれている、締原ヒ広シ著書、編書、ありがとうございます。